はい、それでは、定刻になりましたので、えー、今日の、えー、記者会見を始めたいと思います。えー、本日は、えー、プラットフォーマー規制の論点のシリーズの4回目ということで、公、え、正、ー、取引委員会委員長の杉本和之さんにお目いただいております。えー、こののプラットフォーマーマ論点については、えー、最近 まあ、いろんなところで話題になってます GAFA をはじめとするデジタルプラットフォーマーの規制をどう考えるのかということで、まあ、税制やあるいはデジタル通貨とかです、ね、いろんな分野の識者の方を招きして、えー、お話をお伺いしております、えー、今回はまあ政府で、えー、特に競争政策の、えーまあ、責任者ということで、まあ、最近話題の GAFA、えー についても、えー、取引をどう透明化するかということで今政府全体でまあ、取り組みが始まっていますがそのあたりも含めて、えー、競争政策からこのデジタルプラットフォーマー規制をどう考えるかということを、えー、委員長にお伺いしたいと思います、えー、まあ、もうあまりご紹介するまでもありませんが、えー、杉本、えー、委員長は、えー、東京大学をご卒業後 まあ当時、大蔵省でした大蔵省に入省されて、主計局長などを経て、2008年に財務次官、その後、水ず総研理事長などを経て、2013年から公正取引委員会委員長に就任されて、18年に再任されて、今、2期目になっております。それでは最初、1時間ぐらいお話をいただいた後に、皆様からの質疑応答をお受けしたいと思います。 えー、杉本さんは最近、こういうデジタル時代の競争政策という本も出されて。えー、まあ、競争政策全般について、ええ。ええ、いろいろな論点を解説されております。えー、それでは、杉本委員長よいい、よろしくお願いいたします。杉本さん、よろしくお願いいたします。あの、本日は、あの、ええー。 お招きいただきまして、そのデジタル時代の競争政策ということでお話しさせていただきたいと思うんですが、先ほどあのご紹介ありましたように、あの最近、あのデジタル時代の競争政策っていう本を出したんですけれども、あのそ,の本あのそ,れその本を書きました意図っていうのを、まずあの最初にお話しあのしておいた方がいいんじゃないかと思っております。 公正取引委員会の委員長ということで、えー、就任しまして6年半になりますがあのこの間、まああの、競争政策に対するある種の,そのマイナスのイメージというのがあのよく私の耳に入ってくるというよくあの私どもに対して言われることがありまして一つは、まあ、あの競争というのはそのジャングルい、まあ、わばジャングルの論理弱心教職の論理であってその <coughs> みんなその、仲良くその、生活していくっていうか、仲良く、あの、企業活動をしていくところに、え、差を指すといいますか、それはダメだということで邪魔していく話であるんじゃないかと。あの、過藤競争を煽ることによって、企業の体質を弱めて、日本企業を弱くしてるんじゃないかと。え、さらには、あの、え、その、和をもって尊しっていうのが、 日本の,その社会経済風土じゃないかと、それをあの害するものじゃないかというその批判をよくあの耳にすることがありましたんです。しかし、競争政策というのは、狙いは実はあのそういうものではないんだと、すなわち社会活動におけるあの公正と自由というものを担保しようというものじゃないかということを、私は考えるわけではあります。 あの企業の社会的役割っていうものは、えー、企業の社会的価値っていうものは、えー、消費者、えーまあ、需要者と言ってもいいんでしょうか消費者需要者に対してそのニーズに沿ったものをあの広くあの届けていくということによって消費者の,あのニーズをあの満足させるということによって社会全体の満足度を高めるというところに 企業の,その存在価値といいますか、企業の,あの意義があ,のあるんだと思っております。できるだけその消費者のニーズに合ったもの、の消費者の潜在的なニーズも含め、新しいもの、の新しいニーズに対応するということもあの当然必要なことでございますけれども、そういうニーズに対応するために、そのニーズに合った商品、サービスというものを提供していくという、 インセンティブがあって、それであってこそ、企業というものは収益の機会に恵まれ、そして利益を上げていくという行動になっていくんじゃないかと思うわけでございます。企業が消費者に対して良質な財・サービスを提供し、それで人々の満足を充足させる。 それをできるだけ広くということはあの効率的に提供することによってあの多くの人に行き渡るわけでございますからえできるだけ広く行き渡らせるようにするえまあたくさん売るということでしょうけれどもそうすることによってえ企業が利益を上げていくということがあの企業の存在になるとすればえ企業サイドにおいて消費,者に消費者のニーズに対応しようというインセンティブというものが 一番重要になってくるんだと思うわけでございますでそのためには消費者の選択消費者に選択の余地があるというものをあのそういうその構造というものを確保しなきゃいけないというのが私どもの競争環境を整備するという仕事のミッションではないかと思うわけでございます。で企業がその常に消費者 事業者に対して良質かつ適切な財土サービスを広く供給しようということによりまして、イノベーションというものも促進されていくんだと思っております。消費者に選択があることによって、その新たなニーズを掘り起こし、また消費者のニーズを幅広く満足させようと。 そのためにはイノベーションが必要だというようになっていくんだと思っておりまして、経済成長へ向けてのインセンティブを保持するためにも、そういった意味で、競争環境を整備することが不可欠なんだと考えているところであります。あの企業があ,のある意味では、そういう意味では、消費者に対して、あの ガチンコで、複数の消,費者の消費者の選択に対して、ガチンコで向き合わなきゃいけないということが、基本的な競争環境の整備だと思っておりまして、いわばその企業同士があが、供給サイド同士が、お互いにその意思疎通を図って、お互いにその取引をしていることは、すなわちその消費者に対してガチンコに向き合わないということになるので、問題だと。 というのがあの私たちの、えー、基本的な考え方だと思っているわけでございます。従って、えー、消費者あに、消費者、事業者に直接向き合わないで、 あの取引の出して同士、すなわち、その例えば、発注者同士があのいろいろ意思疎通を図る。まあ、談合を行うとか、カルテルを結ぶとか、自分たちのあの消費者にた、消者の自由な選択を妨げのような行為をあの行うということが、問題だというようなことではないかと思っています。いわば、あのスポーツにおいて、スポーツのルールは基本的にその。 あのプレイヤー同士が事前に話し合っていやこういうふうにしようとああいうしようというふうに話し合っておけばそれぞれの,その企業の,その能力といいますか企業の能力というものを高めようというそういうインセンティブが失われてそれによってあの、まあ、野球選手だとかその相撲取りであれば相撲の,あの自分たちの能力を高めるというインセンティブが失われることによって 全体としての企業価値も下がっていくよと、見てて面白くなくなってくるよというようなことになると思いますので、そういったあの企業があの消費者、自動者に対してガチンコで向き合うという、そういうインセンティブを保持していくことが、経済発展の,あの一番の要素になるんじゃないかと思っているわけでございます。そういう意味で、私も就任以来、国際会議等でもあのよく申し上げてますのは、 えー、ノーコンペティション、ノーグロースって言っておりまして、ノーエコノミックグロースというんでしょうか、あの競争なくして成長なしと、えー、競争というあのインセンティブがあって、初めてイノベーション努力が、辞退するインセンティブがあの行われあの、あり、それによってようやく経済というのはあの発展していくというようなことが基本にあるんじゃないかと思うわけでございます。特にあの最近の日本経済の構造を考えますと、 1990年の半ば以降、私は日本経済は大変な構造変革に直面したと思っております。一つは、もちろんその人口の高齢化ということで、生産労働人口がピークアウトして、人口ボーナスの時代から人口ボーナスの時代に移り変わったということがあります。それから、あの先進国に対するキャッチアップが完全に終了したのも1990年代ぐらいだと思っておりまして、そういう時代におきましては、えー <laughs> あの以前はあ,のまあ,ある意味では先進国にある技術を改良したりそのえリファインすることによってえ経済を発展させてき,てきてたわけでございますがえそういうキャッチアップが完全に終わると自分自身でえイノベーションを起こしてえますなわちそのマラソン集団の,あの先頭に立って従来はあの追い風えあのえ向かい風を遮るような人が前にいたわけですがそれがいなくなったと。 ということで自分たちで切り開かなきゃいけない、自分たちでイノベーションをやってあの、経済を切り開いていかないという立場になった、キャッチアップが終了したということもお2つ目の要因としてございますし、3つ目はやはりあの後進国といいますか、新興国からの追い上げが本格化するのがやっぱり90年代半ば以降だと思っております。えー、中国国はは放、えー、政策が徐々に,ちょにつき始め韓国は 版画の奇跡ですか、ということを得ても、非常に技術的にもどんどん日本を追い上げてきているというような状況にあるわけでございまして、その90年代半ば以降、やはり日本経済の構造は非常に変わってきたと、そうした日本経済の構造の中、変わってきた構造の中で、経済を引っ張っていくのに一番必要なのは、イノベーションだと思うわけであります。 えー、今やその経済を引っ張っていくのは供給サイドだということだと思っておりまして、あのスティーブ・ジョブズというあのアップルの,あの,、まああの立役者だと思いますけれども、えー、こんなことを言ってもらいました、人々はその、えー、自分が何が欲しいかということを形に,、えー形,にえー、形にして見せてもらうまでは分かんないんだということを言っておりますけれども、そういう形で、 逆に言えば、供給サイドが経済を引っ張っていく時代になってきたというふうに認識しているわけでございます。い、まあ、わば言葉を言えて変えますと、えー、その経済が成熟化した、成熟化するとその需要がサチュレートすると、需要があの飽和すると、需要が飽和したときには、需要サイドから経済を引っ張っていくよりも、やはり供給サイドから経済を引っ張っていかなきゃいけないというふうに、日本経済はあの構造を変えてきたんだと思っております。 で残念ながらその時にちょうどバブルが崩壊いたしまして、えー、日本の企業は結局その、えー、90年代、えー、バブルが崩壊して以降守りの姿勢に入ってきてしまって、えー、その企業,企業経営の基本がそのコストカット一辺倒になってきたんだと思います。 こういう時代にその経済を引っ張っていくために、すなわち供給サイドが経済を引っ張っていくためには、イノベーション努力をして、リスクテイキングをして、それでその投資をしていくという姿勢が不可欠なときに、バブルが崩壊した結果、バランスシート調整が急務になって、コストカットというものに傾倒した結果、前向きにその投資していくという姿勢が欠けてきたそれで日本経済の苦境というものが、 あるるんだといいううふうにも考えられるわけでございます、えー、まあかつての,そのことを考えましても、やはり公共環境の整備というものが、結局、企業活力を高めていくために必要だということで、私がよく例に出すのは、あの80年代後半から90年かけての,の日米半導体合意の例でございます。 日米半導体合意はあのいわばあの日本企業が、まあ、今の米中争いじゃないですけども、日本企業が非常にその,あのその分野で強くなってきたということに対する、えー、アメリカサイドからの,あの警戒感で、あのまあ、いわば日本,日本企業は犠牲者だったわけでございますけれども、あのその内実はあのまさにそのカルテルだったと思っています。 価格カルテルであり、市場分割カルテルであり、供給制限カルテル、その中身を持ったものが日米半導体合意だったと思います。もちろんそれは政府間の合意ですから、民間の行動じゃないですから、あの我々の独占禁止法でいうカルテルではないわけでございますけれども、実際は市場をそういうふうな形で制限する、競争を制限するものが中身だったと思っております。 で日本企業はあの明らかにそ,こその時点では犠牲者であったわけですけれども逆に反競争的な環境すなわち、えー、カルテル的なあの市場があの固定された環境に生き,生きることは逆に言えばその結果としてはあのコンフォータブルな状況だったんじゃないかと思ってます。でまあ、そここににしてるううちに何が起こったかというと アメリカ企業はあのいろんなところで新しい半導体のイノベーションをどんどんやっていったわけです。CPU だとかそういう世界にどんどん発展していって、えー、インテルだとかカルコムだとか、まあ、いろんなそういうその半導体企業でイノベーションがどんどん起こってきたわけです。で他方その既存の d ーラムの分野とかその分野に関しては、えー、韓国企業が低コストで追い上げてきたわけです。でそうそういいこととで追い上げてこられると 結局その間に挟まって日本のエレクトリー産業は非常にあの困った時代になったと、まあ、最近あの日本のエレクトリー産業も競争力を失って非常に大変な状況あらゆる分野で大変な状況になっていると思ってますがその縁因といいますかその縁因は私はある意味ではそこにあったんじゃないかと、まあ、これは個人的な見解かもしれませんがと思ってるわけでございまして企業がやはりその発展していくためにはあの競争的環境に身を置いてそこで まあ苦しいでしょうが、あの努力していく、消費者のニーズを発掘し、消費者のニーズに沿ったものを幅広く届けていくという、インセンティブを失わないで努力していくということが、経済発展の基本的なあの枠組みといいますかあの構造、構造になるんじゃないかと思うわけでございます。したがってあの、この時代の私の関心、私といいますか、私どもの関心事は、じゃあ今からの経済はどうなるかというと、 結局、イノベーションはあのどういう分野で起こっていくかというと、明らかにデジタルの分野だと思っています。今、デジタル経済の本流というのは時代をあの激しい勢いで押し流しているんだと思っておりまして、IoT だとか AI だとか、ビッグデータ、そういうものの周辺にイノベーションというのはどんどん起こっていくんだと思っております。 そうすると、そういうイノベーションを促進するために、そういった分野における環境整備、競争環境の整備ということは、非常にその重要なことではない、これからの日本経済を考える上でも、非常に重要なことじゃないかと思っておりまして、そういった環境整備の上から、プラットフォーム企業ということに、競争当局としても着目しなきゃいけないんじゃないかというふうに考えているというのが、 私の基本的な問題、意識でありますあの。ちょっとついでに申し上げますと、あの今日のフィナンシャルナイ・フィナンシャルタイムズの,あの一面ですか、このキャピタリズム、えー、タイム・フォアリセットというのが、も猛烈に大きな <laughs> 一面記事で出ておりますけれどもあの、私どもの立場からすると、企業というものは、その、えー 株,その株,株主だけのためにあの存在している、利益を上げて、あの何が税が費でも利益を上げて株主に還元するんだというためだけあの存在しているんじゃなくて、今申し上げたように、その企業の存在価値というのは、世の中の,その消費者の需要をあのどどいかに満たしていくかと。 あの消費者のニーズのあるものを新しいニーズも含めてでしょうけれども潜在的なニーズも含めてですけれどもそのニーズをいかに満たしていくかとでそれをできるだけその幅広く多くの消費者のニーズをあの満たしていくかというところに企業があの存在価値があるわけでその,あのそのニーズを埋めていくということによって企業っていうのは存在価値がありかつ あのあの回転していくといいますかあの、プロフィットを上げて、えー、再,生産再生産といいますかあの、拡大していくということになるわけでございますから、あのそういう意味でその、まあキャ、キャピタリズムリセットではあるんでしょうけれどもあの、市場メカニズムのリセットではないんじゃないかと思っているわけでございます。それ,それを改めてそのやはりあの 資本主義イコールマーケット主義ということなのかもしれませんけれどもあのマーケット主義ということであればそれはあのマーケットというものはあの消費者のニーズをおーいかに、えー、満たしていくかというのが あの企業の存在価値その消費者金利を満たして企業活動を続けていくということが、えー、すなわち経済を拡大し、雇用機会を提供していくという、いわゆるそのあのステークホルダーに対するステークホルダーがやっぱりあの対象だと、企業活動の対象だというようなことになっていくんじゃないかと思うわけでございます。えー、それであの まあそれがあの前置きでございまして、お手元に配っているあの資料で説明させていただきたいと思いますけれども、お手元にデジタル時代の競争政策という資料を配らせていただきまして、前置きのところはあの今、簡単に申し上げたところで、応援させていただきまして、あ、のー プラットフォーム企業に対する対応というところから、少しお話をさせていただきたいと思っております。22ページだと思います。 22ページからだと思いますあの今申し上げたような観点で、私どもの競争政策の大きな課題は、一つはあのデ,ジデジタル化に競争政策はどう対応していくかということだと思っておりまして、その一つはあのプラットフォーム企業に対する対応だと思っております。で2つ目は これはあのデジタル経済の波及だと思いますけれども、今、働き方といいますか、人材の,その競争というものも、これから重要になってくるんだと思います。いろんなところでイノベーションをアウトソーシングしていくだとか、個人事業家がどういうふうにあの企業に貢献していくのか、ああフリーランサーとかあの副業という働き方があの非常に増えてきておりまして。 あの先般の記事でもフリーランサーの数が増えてきているよというようなことになったと思,うと思いますけれどもそういうその人材市場における競争というものも非常に注目していかないこれからの,あの人材不足時代それからそのイノベーションが重要になるという時代には人材をいかにして人材市場の,あの競争環境を確保していくということも非常に重要になってきていると思います。 あのまあ、デジタル化の影響であの、ギグエコノミーだとか、えー、クラウドソーシングだとか、ああいったその働き方というものも、えー、どんどん増えてきておるわけでございますから、そういうときに、えー、そういうその発注者と受注者の関係、えー、をどういうふうに考えていくのかということも、あの非常にあの競争政策上の観点からも非常に重要になってくると思いますので、主にその,あの2つの点について、これからお話しできたらと思っているわけでございます。 まずあの、プラットフォーム企業に対する対応でございます。あの事実関係からあのあの、えー、復習していただくといいますかあの、押さえていただきますとあの、23ページにございますように、えー、デジタルプラットフォーム企業の台頭に伴い、世界で流通するデータの量は指数関数的にあの増加しているわけでございます。 フェイスブックのユーザーが23億人だとか、アリババのユーザー6億人だとか、グーグルのクリック数が年間2兆回だとか、まあ、そんなデータもありますし、えー、しかもこれからあのデータの量は指数関数的に増加していくということだと言われております。で、えー、24ページで見ていただきますと、あのアメリカの時価総額の上位企業の顔ぶれ見ると、まああの、ここ数十年間でオンラインプラットフォームの存在感が 猛烈に増しておりまして、20世紀末、もうなんですか、20年ぐらい前の時点で、20年しか前の時点にならない時点で見ますと、GE だとかエクソンモビルとかファイザーというところがあの上に来てたわけでございますけれども、ご存じのように GE も非常に大変な、あの厳しいの状況にあるようでございますし、いろんなあの既存の企業というのはなかなかあのあの苦労しているということだと思いまして、今や、 えーまあ、順位はその日々変わるようなところがございますが、アップル、マイクロソフト、アマゾン、アルファベット、アリババ、えー、そこのあとにくるのがフェイスブックだとかいう、そういうところの、えー、時価総額がもうトップに並ぶような企業になっているというところでございます。それから次のページで見ていただきますと えー、その最近の,そのオンラインプラットフォームの急成長の背景には、ビッグデータの需要活動への利用があるということでございまして、オンラインプラットフォームはご存じのように、えー、無料サービスにより大量のデータを収集しておりまして、機械学習をはじめとするエア技術を用いてデータサービ、データを利用することで、製品サービスの性能向上につなげている。 データの蓄積、AI 技術によるサービスの向上、顧客増、さらなるデータの蓄積という、いわゆるその好循環があの達成されているというところでございます。それであの、ビッグデータを活用したプラットフォームの特徴は、いわゆるあの二面市場ということでございまして、えー、その次のページで見ていただきますと。 あの真ん中にプラットフォームがあって、その両方に、グ、えーグル、まあ、だとかフェイスブックというあのデータですとデータあの、データ検索ビジネス等でございますと、広告主が左につながり、右側に消費者がつながっていると。 でそれぞれあの検索をしたり、えー、その検索データをもとにしてあの、ターゲット広告が出されていくという、そういうその両面市場になってる、はいるということでございます。 それから E コマースですと、そのアマゾンという、例えばアマゾンというそのプラットフォームが真ん中にあって、消費者が右側につながり、左側に出品者がつながるということで、あの従来の市場と違うところは、あのこういう二面市場になっているところが、プラットフォームの,あの市場を考えるときの大きな違いということになるわけでございます。 それでデジタルプラットフォーマー、まあ、これも,あのもうよく言われていることの単なるあの復習かもしれませんけれども、ビッグデータが利用される場合には、ネットワーク広告が働きまして、データの蓄積、先ほど申し上げた機械学習によるサービスの向上、顧客像、さらなるデータ像という強力なバーチャルサークルが発生することによりまして、これは増幅されまして、 この結果として、特定のプラットフォームの利用者の集中がさらに進む、すな,すなわち、ネットワーク効果がありますので、直接ネットワーク効果、間接ネットワーク効果があり、その結果として、その大きければ大きいほどいいことになりたい、ウィナー・テイク・ソールという形になります。 さらにはあの、工場における生産能力に一定限界がある製造業と比べまして、その限界コストがないといいますか、限界コストがほとんどかからないということから、デジタルプラットフォーマーは利用者の増加に応じて、事業を拡大しやすいため、事業を拡大し、シェアを獲得しやすいということで、市場支配力が極めて強い事業者が相対的に実現しやすいというのが、あのそういう構造になっているわけでございます。 ウィナーズ・テイク・ソーの世界、それから間接ネットワーク効果を含めるネットワーク効果、さらには限界費用がかからない、ほとんどかからないということから、独占・河川が出現しやすい、市場支配力の極めて強い事業者が出現しやすいという構造になるわけでございます。実際問題として、巨大プラットフォームというものが現実しておりまして、先ほどございましたガーファというようなものでございまして、 あのこれは東洋経済の記事に載ってた数字ですけれども、検索市場では世界ではグーグルが9割を超えていると、その次に来るの,のはビングだとか、ヤフーでまああの2%、1%というようなところでございますし SN、SNS 市場では、あのフェイスブックが7割近くを占めて、ピンタレストで10%ちょっととか、ツイッター10%弱とか、まあそういう、まあインスタグラムなどでもまあ2%。まあ 2018年、11月時点だそうですけれども、まあ、こんな感じだと、E コマースの市場でも、アマゾンが約世界市場で半分、あのこれ、アメリカ市場ですけれども、アメリカ市場で約半分取っておりまして、その後に来るのは、一時あの、一世を風靡びした eBay とかでも、まあ、もう6%ぐらいになっておりまして、アップル、ウォルマートというところになってまして、もう明らかに、えー、巨大なプラットフォーマーがあの現出している、いわゆる GAFA があの現出しているというところでございます。 それで、デジタルプラットフォームというのは、そこだけにとどまらないで、どんどんその事業領域を拡大しているのでございます。えっと、29ページになると思いますけれども、例えば、グーグルはまあ検索サービスが事業起点だといたしましても、今やスマホも作ってるし、メッセージサービスもやってるし、コンテンツメディアもやってるし、e コマースもやってる。 えー、クラウド事業、それからあの A.S.P ーカーだとか、で金融の世界も出てきてるし、実店舗の小売自動運転、えー、モビリティの世界にまでもあの出てきているよというようなことで、検索サービスを事業起点としながら、どん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 事業領域をあの広げてきてるよというようなことであります。そうすると、まああの私の観点からすると、その、えー、プラットフォームを中心にどんどんドミナンスが高まるということに対する。 いうことをどういうふうに考えていくのか、すなわち、あ,のある意味ではその利益相反っていうものもあるのかああの、というようなことも出てくるようなあの事態にも考えをいたさなければいけないというようなことだと思っておりますけれども。 えまあアップルにいたしましてもあのスマホのハードから始まったとしても,えもう検索サービスとかもうメッセージサービスコンテンツメディア e コマーまあその他えアップルも非常に領域を広げていましてフェイスブックフェイスブックに至ってはまあさっきあのリブラというその議論になっておりますようなえその金融 決済手段というんでしょうか、あの通貨の面にまで、えー、領域を広げようというようなあの、えー、考えを持っているわけでございますし、アマゾンにしても、アリババにしても、その事業領域は猛烈に広がっているということで、単に今やもうあの検索サービスとか SNS サービスの世界にとどまってない、えー、e コマースの世界にとどまってない、えー、巨大な存在、えー、産業の大きな部分をカバーするような存在になりつつある。 ととといいうことだと思います、まあ、中国の例でアリババ側は、もう今やその、えー、その個人のレーティングまでやってますので、個人の信用レーティングまでやってますので、アリババのレーティングをあのもらわない、い,いレーティングをもらわないとその結婚もできないだとか、まあ、そういうことにもなりつつあるように聞きますし、えー、さらにはあの医療の分野だとかにもあの、医療サービスにもアリババはその進出しているということで、まあ、いろんなところに進出しているということでございます。 あのそれで30ページでございますが、そうしたことを踏まえて、私ども、競争当局としての問題意識でございますが、もう明らかにそのオンラインプラットフォームというものは消費者に利益をもたらしているわけでございます。収集したあのビッグデータの解析により、プラットフォーマーの提供のサービス水準が向上し、プラットフォーマーによって、 取引コストが減少することで、経済活動が効率,され効率化され、生産性が向上されするということでございまして、私自身の生活を見ましても、 あのグーグルの検索をせずに一日を過ごすということはもう今や考えられないような状況になっておりますしどこかうろうろしているとあのやはりその位置情報といいますか地理情報というものも不可欠あの、えー、方向音痴のみたいなところもありますので位置情報の検索というものも不可欠でありますしそれからうちに帰りますとそのあの家内が注文したアマゾンの,あの段ボールの箱が山積みになっておりまして、えー、その段ボールを処理する 私の最近の重要な仕事になっておりまして、結構いろんな段ボールの無駄っていうのは、どう考えるのかなっていうふうに思ったりしますけれども、そんな生活をしておりますので、結局その、こういうそのプラットフォーム企業っていうのは、消費者に対して多大な利便、いわゆるディスラプティブテクノロジーによって、多大な利便を提供しているということで、それはその大いに前向きに評価する必要があるんだと思うわけでございます。 えただ、その下に書いてございますように、他方でえオンラインプラットフォームは、旧来のプラットフォームと異なりまして、先ほど申しましたように、特定のプラットフォームに利用者が急激に集中し、市場支配力を有するようになることが多いようということでございます。で、市場支配力を有するプラットフォーマーがそれを背景に、以下のような市場における競争を阻害する行為に及ぶ場合には、 独占禁止法上、問題になるというのは、私のものの切り口でございます。一つはデータの自由な利用、収集利用の妨害でございまして、例えば不当にデータを収集していくというようなこと、それから不当にデータを囲い込んで、不可欠な、事業展開に不可欠なデータを出さないというような、もしそういった不当なデータの囲い込みがありますと、そういったものも問題になるということでございます。 えー、さらにはあの取引の相手方に、えー、不当な不利益を生じさせる行為、えー、例えば e コマースで、えー、いろんな人があのいろんな中小企業者があのつながっておりますけれどもそういうところに不当な利益をあの生じさせるとかそれからあの消費者に、えー、その検索サービスも消費者があの ある意味ではそのデータを出しましたそのデータをもとに検索サービスはターゲット広告を打つわけでございますから消費者は重要な投入剤を提供することによって検索サービス決して えー、そういう意味では無料じゃないと私は思っているんですが、まあ、形の上では無料サービスというサービスを受けているわけでございますけれども、あのそういう取引の状況で、えー消費者にえー、そういう取引の相手方である消費者に対して、えー、もう不当な不利益を生じさせる行為、まあ、こういうものに対して、私どもはあの監視していかなきゃいけない、えー、というようなあの,のが、競争政策上の,あの切り口じゃないかと思っております。でえー、具体的にあの どういうことをやっているかと申し上げますと、一つはあの、えー、その次のページになりますけれども、あれ、行きたか、よいしょあの、独占禁止法上問題となるプラットフォーマーの行為についての調査、対応というのをやっております。えー、その あのそのえー、3番目にありますように、えー、平成31年の1月に、えー、デジタルプラットフォームに関する取引実態や利用状況についての情報提供窓口の設置と。 あのいうことをやっておりまして、えー、そういうところでもあの情報を集めるようにしておりまして、独占禁止症状問題になる行為、先ほど申し上げましたような、独占禁止症状反競争的行為というようなもので言い続けられる行為について、えー、調査をして、是、え、性、ー、を求めたり、えー、ということをやっております。具体的には、えー、一つはつ そこにも書いてございますように、2017年6月でございますが、Amazon j ジャパン合同会社に対するあの独占禁止法違反被疑事件の処理についてと書いてございますが、a z o n マーケットプレイス、Amazon のマーケットプレイスに商品を出品,出品しようとする社,の社との契約において、価格および品揃えについて、他のプラットフォームへの出品と比べてももっと有利になりやすい、いわゆるその同等性条件。 私どもの世界で最恵国対応、MNF とか APPA、クロスプライスパリティアグリメントでしたっけ、まあ、そういったあの同等不正条件、独占禁止法の世界でいう同等不正条件を犯すことによりまして、競争環境を害しているよということで、アマゾンに調査に入りまして、 アマゾンの方から、アマゾンジャパンの方から、えー、この同等性条件について、えー、この独占禁止法上の懸念を解消する措置を講ずるという申し出がされましたので、これによってそのあの、競争違反行為の是正措置が取られたと判断して、えー、審査を終了したと、そのあのえー、是正措置を是としたというような。 あのことがありましたし、また同じアマゾンのウェブサイトで、電子書籍の配信事業と思っているアマゾンサー,ビスサービスインターナショナルインクから、電子書籍に関する出版社との間の契約において定められている、やはり同等性条件、MFN とか APP とか言われるものでございますが、これを自発的に是正するというあの報告を受けまして、競争に懸念にかかる、え、ー 競争へのあの影響に対する懸念が解消する措置を講じたと判断したということもございます。あの、えー、その先ほど、あの、私の本、うん、あの、私の書籍の紹介してました、ま私の書籍自体がアマゾンで。あの、売られていること、をお前は <laughs>、どう考えるのかと、いうような、あの、こともあるんですけれども、まあ。あの、それはまだ全く別の話だと、かもしれませんけれども。 それからホテルのブッキングサイトにおきましても、同等性条件を不審ではないかと疑いから、各種のプラットフォームについての調査を開始しております。それから に関しましても、取引先との間の契約において、あの他の民泊サービスと仲介サイトの情報掲載を制限する規定があったというようなことによりまして、これについても調査に入りまして、これにもあの税制措置を講じるということが税制措置が講じられるということになったと考えております。 それからその国際的な企業ではございませんけれども、みんなのペットオンラインというのが、ペット動物のブリーダーに対して、同社以外の仲介サイトに、ペット動物に関する情報を掲載することを制限している疑いがあったことから、調査に入りまして、それもやはり改善措置を自発的に講じたという旨の結果になっております。 で諸外国で見ましても、よくご存じだと思いますが、欧州委員会の,あの競争委員会、欧州委員会の中で、競争委員会っていうのは、ある意味ではあの日本と違いまして、最も力のあるあの行政部局だというふうに認識されてるんですけれども、日本の公正取引委員会は対策ないんでしょうけれども、その,あのえ競争委員会がいろいろやりましたのが、 一つはグーグルに対しまして、比較ショッピングサイト、グーグルショッピングにおいて、他社のショッピングサイトよりも検索原因が上位になるようなアルゴリズムを操作しているとして 24.、24.2億ユーロの制裁金を課しましたし、アンドロイドのオペレーションソフトに関しまして、グーグルプレイというそのソフトとの抱き合わせをしているんじゃないかということで 43.、43.4億ユーロの制裁を課しましたし、 えー、検,索検索連動型広告,広告サービス、アドセンスを優遇しているとして、えー、これも14.9億ユーロの制裁からの合計、まあ、1兆円を超えるあの、えー、制裁を課しております、またアマゾンに対しましてもあの、取引データを自社の販売事業に利用している行為について競争の疑いでがあるんじゃないかということで、予備的調査を開始しているということであります。 でアメリカにおきましても、そのアップルがあの大手出版社と行った電子書籍の,の価格にかかる、えー、カルテルをシャマンを批判とされた例がちょっと古いのが2012年にありまして、それ以降、結構そのアメリカ当局とあの、まあ、ヨーロッパ、日本との、えー、当局の間で、プラットフォーム企業に対する 姿勢にかなり差があるんじゃないかというような見方もずいぶん、してたんですけれども、最近になりまして、やはりアメリカ当局もいろんなきっかけは、フェイスブックの個人データの漏えいがきっかけだったかもしれませんけれども、こういうプラットフォーム企業に対して、やはりもっと監視の目を向けるべきじゃないかというふうな、 流れにアメリカもあの急展開しているように思われます。あの私どももあのアメリカ当局ともあの毎年意見交換しておりまして。 えー、一つの意見交換のときの,の大きなあのテーマが、この、えー、プラットフォーム企業に対する対応をどうしていくのかということで意見交換をしておりますけれども、えー、アメリカ当局はこのところ、非常にあのここのところで、えー、積極的に対応しているといいますか、全、ま、州、あえー、で、えー、そのグーグルに対する調査をやるとか、えー、あとその、フェイスブックとか等についても調査をやると、あの調査を始めたとか、まあ、いろんな報道もあるわけでございます。 あのそういうところで、アメリカ当局も非常にここに,ここに来て、積極的に対応を進めているんじゃないかという印象を持っているところでございます。それから、その資料の方に戻る31ページの2つ目で、これに先がいまして、2017年6月に、 私どもで、そのデータと競争政策に関する検討会というものを設置しまして、その報告書を出しております。あのその報告書は、あのその基本的にはあのビッグデータおよび AI 関連技術が利用される場合、 あの商品の機能向上、さらなる集客、ネットワーク効果の拡大といった経路をついて、デジタルプラットフォーマンの独占化、寡占化が進む可能性があるとして、デジタルプラットフォーマンを含む事業者が競争者に関してデータのアクセスを拒絶することや、 えー、顧客不当のデータ収集を行うこと、データ等の出席を行う基結合は、独占禁止法問題など、まあこういったあの指摘をしておりまして、独占禁止法における従来の基本的な評価の枠組みにより対処できるというふうに考えてたところでございます。あのこのの報告を受けまししてな、えー、なかなかその難しいです特にその あの広告、ターゲット広告のビジネスモデルってのは、非常にそのあのクッキーがどうじゃのこうなのとか、いろんなところでいろんな業者が絡まって、どういうふうにあのこうあのやるのか、ビジネスモデルが非常に複雑なんで、なかなかの理解あのが難しいところがあるわけですからどそういうことについてもあの検討してもらって、分析してもらったりしているところでございます。 あのこの報告を受けて、私どもはあのその考え方に沿って、えー、執行を進めているというところでございます。えー、それからあの、その次は、えー、個人情報のと独占禁止法という関係について、えー、話を進めさせていただきたいと思いますが、あの独占禁止の法のうちあの優越、優越的地位の濫用規制というのがございます。えー、これはあの あの日本独自の規制だというふうにあの言われてまして、えー、従来は言われてまして、えー、そのあの世界的には国際的にはあの試合的地位の乱用なんだよというようなあのでその優越的地位の乱用試合的地位の乱用とマーケットで試合的地位があるということを認定するわけでございますので。 い、まあ、わば例えば50%で、えー、ものによりますけれども例えば50%以上あれば支配的地位があるよというようなことになるんでしょうけれども優位的地位の乱用というのは相対的な関係で、えー、考えますのでその市場におけるその絶対的な地位,地位というものはよりも相対的な業者間の相対的地位で考えていくというものでここは日本独自の犠牲だと言われてたわけでございますが。 えー、私はその、まあ、あんまりそうは考えておりませんでして結局近地におきましてそのあの特に、えー、一時その小売業者の,そのリーテール事業者の,そのバーゲニングパワーが非常に強まったと、えー、従来はあのかつてはそのメーカーの方が。あのー 大型小売店よりも力があったんですけれども、もう時代が変わってきて、小売店のバーニング・イン・チェアが非常に強くなってきたよと、大型店小売店のバーニング・チェアが強くなってきたよということから、このバーニング・チェアについて、どういうふうに考えていくかということも考えていまして、諸外国でも結局、そこをいろいろ考えなきゃいけないんだというのが、あの潮流になってきているように思っております。 具体的には、あのドイツとかあのフランスでも、この優越基地の乱用の規制に相当する規制があの立法化されておりますし、えー、さらにはあのオーストラリアでも、アンコンシャタブルコンダクトという形で、えー、まさに優越、えー、基地の乱用というものをあの執行しておりますし、私は徐々にこれは世界標準になっていくあの考え方じゃないかと思っているわけでございますけれども。 この優越的濫用の規制につきましては、公正取引委員会は従来は、企業同士の取引に対して適用されてきておりまして、企業と消費者との取引に適用するということはなかったということでございましたが、あのデジタルプラットフォームとその消費者の関係において、何が取引されているかというと、情報でございます。この情報はあのそれ自体で価値を有するものと考えられます。 例えば、検索サービスや SNS では、無料で消費者に提供、情報が提供されますが、その一方で、消費者は投入罪として、価値のある個人にまつわる情報をこれらの企業に提供していると位置づけられると考えております。その上で、こうした個人にまつわる情報を材料として、ターゲット広告ビジネスが成り立っているということになるとすれば、検索サービスや SNS は消費者とプラットフォーム企業の間の取引関係と、 あの独占禁止法上は位置づけられることから、独占禁止法の適用対象となると考えているものでございます。あの通常の取引というものは、今までの取引というものは、特に競争上の観点というのは、金目と言います金額、価格に着目したことが、競争上の大きな要素は価格だというふうに考えておりまして、価格にあの注目していたことがございますが、 これからの情報にかかる取引今や情報本位性とか、情報は半導体だとか、情報は石油だとかいうふうに、情報というものの価値っていうのは、情報の価値が非常に重要になってきて、情報本位性ということも言われるようになる、そういう情報にかかる取引では、 あの私は、私どもはその、えー、価格ではなく、あのクオリティ、えー、材の品質に、えー、注目することが必要じゃないかと考えてきたわけでございます。あのー、<coughs> したがってその、えー、従来はその無料サービス、えー、まさに、えー、検索サービス、SNS サービスは無料で利用できるわけですから、無料サービスにつきましては、 これは、独禁法の,の適,用適用外だというふうにあの考える向きもあったんですけれども、この情報に関して見ますと、情報自体のクオリティが、やっぱり取引の問題取引の競争と政策としても着目すべきことじゃないかとあのいうことなので、その消費者の個人情報がどう保護されているということかということは、情報との財の品質にかかる問題として位置づけられると考えております。 したがって、デジタルプラットフォーマーが個人情報を不当に収集する場合には、デジタルプラットフォーマーが不当なやり方によって利用者を囲い込んで、市場支配力を維持、強化することにつながることから、競争上の懸念が生ずることになると考えております。 そこで消費者に対して優越的地位にあるプラットフォーマーが消費者の利益に反して、不当に個人情報を収集する場合には、独占禁止法の優越的地位の濫用規制の適用が考えられることになると思っておるところでございます。その関連でで資料で申し上げますと えっと、33ページになると思います、デジタルフラットモアと個人情報を提供する消費者との取引に関する優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方として、あの先般、あのこういうそのガイドラインをあの整備することにしまして、今、あのパブリックコメントにかけているところでございます。 あのプラットフォーマーのーサービスの対価として、自ら関連するあの情報を提供する消費者との関連で優越的地位の濫用を規制の適用等について検討することが必要と思われたので、考え方を整理したということで、ガイドラインを出したということでございますが。 あの具体的な考え方としては消費者がデジタルプラットフォーマーか不利益な取り消さを受けても消費者がサービスを利用するためにはこれを受けざるをえないような場合には動画デジタルプラットフォーマーは消費者に対して有益な賃金になるものとして認定いたしまして。 あの利用者、利用目的を消費者に知らせずに個人的情報を取得するだとか、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を取得、利用すること、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずに個人情報を取得、利用すること、事故の提供するサービスを継続して利用する消費者に対して、消費者がサービスを利用するための対価として提供している個人情報等とは、 別に個人情報等の経済上の不利益を提供させ、まあこういうことが、独禁法違反になるよというようなあの、そういうガイドラインを出して、今、パブリックコメントに出しているところでございます。えっ、ー、と、まあ、この点に関連しましては、あのドイツの,あの連邦カルテル庁が、フェイスブックがあのユーザーが第三者のサービスを利用した際に生ずるデータを無制限に収集・利用できるようにしている行為について、 消費者が明確に認識しないまま行われる行為として、支配的地位の乱用に該当する違法行為としての判断を示しているところでございます。なお、この件はまあフェイスブックはあの、決定不服として裁判所に控訴しているところというふうにあの聞いております。それが一つ、一点でございます。その次の点は、そのプラットフォーマー型ビジネスに関する取引環境の整備という観点でございます。あの <coughs> あのプラえー、それはあのプラットフォーマービジネスに関する、あのー、私ども問題、もあの競争当局からの問題意識としては、あのいかにそのデジタルプラットフォーマーと、デジタルプラットフォーム間、それからデジタルプラットフォーマーと、それに、あのー、競争関係にあるような企業の間の、 あのイコールフッティングといいますかあの、レベルプレイングフィールドをいかにあの整備するかという問題意識があの必要じゃないかと思っているという問題意識でございます。あのプラットフォーム型あのビジネスの台頭に向けたあの何ページになりますか、32ページでございますが、この点に関しましては、32ページ。 プラットフォーム型ビジネスの対等に対応したルール整備の基本原則の概要というふうなことが書いてございますけれども、あの私どもと、それから経済産業省、あの総務省で、えー、プラットフォーム型ビジネスの対等に、えー、対応したルールの整備というものを考えなきゃいけないんだということで、あの検討会あの、研究会といいますか、検討会を開きまして、それであの中間報告をまとめさせていただきましたのが、 えー、去年の末だったと思いますでそれのあとにまた、あのそれぞれあの分科会といいますか、あのワーキングパーティーの下で、えーそのえー、データプラットフォーマーに関する公正性確保のための透明性の実現と、それからデータの移転開放ルールの検討、これについて、あのオプション案というものがあの今年の春に出されたと思っております。 でこれを引き継ぎましてえそのえ内閣の方に今度デジタル市場競争本部競争会議というものが立ち上げられることにな,りなっておりましてこうしたあのデジタルプラットフォーマーに対するその私どもで言いますとそのいかにしてレベルプレイングフィールドを確保していくのかという観点からの あの立法措置といいますか、規制というものをどう考えていくのか、独、え、禁、ー、法を補完するような規制をどういうふうに考えていくのかということを、あの引き続きあの検討されることに、えー、なると思っています。で、1つの論点は、あのその基本原則の概要の、えー、と3にございますように、うん、デジタルプラットフォー,ーマーに対する公正性確保のための透明性の実現ということでございます。あのー プラットフォーム企業は、私どもの言葉で言えば、ある意味では不公正な取引引き観光の温床、すなわち取引相手方に対して不当な不利益を与えるような取引慣行の温床になっているようなこともあると、まあ、先ほど申し上げました、あの消費者に対する不利益ということもございますので、そういったことから、あの ユーザーの自主的合理的な選択を促す効果を期待できるような透明性の確保を図ることがまあ競争条件の公正性を確保に資するものではないかというようなことでこういった観点から取引環境の透明性の確保ということが あのえー、必要になっていくるということで、えー、そういった観点からあの検討のして、法整備について検討していただくことになっているわけでございます。 EU におきましても、こうしたプラットフォームの事業の透明性、公平性の確保のための EU 規則というものがあの定められておりまして、この規則においては、あのプラットフォーマーの利用条件の明確性の確保とか、利用条件変更の場合の利用通知だとか、プラットフォームサービスを終了する場合の猶予期間の付与とか、利用通知だとか、まあ、その他、いろんなその透明性の原則を確保するように、 規則,規則というのはあの EU における法律だと考えていただいてよろしいんでしょうけれども、が定められているわけでございます。えー、それからあのもう一つの観点は移転開放、データの移転開放のあり方だと思っております、えー。32ページのもので言いますと、あの5番のデータ移転開放ルールの検討ということでございます、えー。例えばそのデータポータビリティということが、 あの考えられるわけでございますが、あの私ども競争当局の観点から言いますと、データポータビリティというのは、あの競争条件の整備にあの非常に役立つ、すなわちあのデータは非常にあの巨大プラットフォームにあの囲い込まれますと、参入障壁が非常に高くなっていく、スイッチングコスト、参入コストが非常に高い、参入障壁が非常に高いものになっておりますので、 そういったことからするとデータの移転、開放が促進されることがあのイノベーションを促進する観点からすなわち三次障壁を落とすということはイノベーションの促進になるわけでございますから,からあの非常に望ましいということになるわけでございますがそうした、しかしそのデータポータビリティを導入するには、まあ、結構、逆に言えばコストがかかるということもあるんだと思います。 あの果たしてそう,そういうそのデータポータビリティがそのフィーズブルなあのシステムとして一体できるのかどうかという観点もあるでしょうしかつその,あのデータポータビリティの,あの制度的仕組みの設定の仕方によっては逆にそのデータを集めてそのデータをもとにイノベーションをやっていこうというそのイノベーション努力を阻害することになるかもしれないというようなこともありますので。 そういった両面からの慎重な検討ということも必要となるわけでございますのでそういったデ,ジタルデータポータビリティをどういうふうに枠組みを考えていくのかというようなことをこの内閣の方で具体的な制度枠組みを引き続き検討してもらうということになっております。 あのデータが自由に流通するということは、まあ、あのイノベーションの促進ということから非常にあの必要なことだと思っておりますただそのあの総理がおっしゃるようにあのフリーフローデータウィズトラストでございましてあの先ほど申しました個人情報は守られなきゃいけないしその有害な情報は排除されなきゃいけないというようなこともあると思いますけれどもあのそういったことからどういうふうに検討していくかということが非常に重要なことになっていると思います。 ある意味ではいろんな企業にとりましてあのデータというものはあの私どもの世界でいるエッセンシャルファシリティ不可,欠不可欠施設と言っておりますがあの例えて言うとそのあの電力産業の配,線配送電網とかあの 電信産業におけるその電波網のようなものでございますけれどもれみんなそ,のそれにアクセスすることができないと競争上不利になるというようなことで位置づけられるものでございますがそういった性格を持ってるものかもしれないということで、えー、ただ、あのー、まだその発展途上といいますかイノベーションがどんどん起こっていく途上にあるものですから。 そこであの固定的に規制することもあのいろんな問題があると思いますので、そういうものに対するその未転流通開放をというものをどういうふうに考えていくかどういう枠目使っていくかというのは非常にあの重要なあのテーマじゃないかと思っているわけでございます。あのすべてにおいてまあそういうふうにあらゆる情報においてそういうふうに急にあの検討するのはかなり難しいんでしょうけれども、例えばその。 あの金融の世界における API の開放だとかいろいろフィンテックの世界であのお話があったのかもしれませんけれども金融世界における API の開放だとかそれからその医療データの開放医療データを開放して えー、すなわちエビデンス・ベースとメディスンというんでしょうかあの AI なんかを使って、えー、そのエビデンス,とデスン・ベースとメディスンを進めていくという,いうことにもあの、えー、有効かもしれませんのでまたそういったあ,のある意味ではあのまずは分野別でそういったあのデータの流通開放というものをあの検討していくことも必要じゃないかというふうに思うわけでございます。 あの具体的には例えば先ほど申しました金融だとかそれからえその医療さらにはそのモビリティあのまあ自動運転とかそういうモビリティの世界えーということがまずはあの検討対象になるんじゃないかと思ってるわけでございますえそれがまああのプラットフォーマーに対するあのル,ービールール規制ということでございます それからちょっと時間を過ぎちゃってましたので、最後にあの人材獲得の話だけをさっとさらしていただきさせていただきますと、えっと、資料の37ページでございます。働き方が多様化しているよと、働き方が多様化すると、えー、 今までにない働き方フリーランサーという働き方があのどんどん増えてきているとえフリーランサー副業あ先ほど申しましたようなギグエコノミー、えー、そのクラウドソーシング でそういったものに対してあの競争法は従来はあの労働関係にあの適用するのは非常にリラクタントだったんですけれども今の社会を考えますとやはりその人材競争との競争市場を整備するという競争条件を整備するということも非常にこれからの,あのイノベーションマインドイノベーションマインドを高めていくためにも非常に重要だと思っておりましてそういった観点から、えー、そのフリーランサー的な働き方に対しても独禁法を 適用するんだとということをこをれはあの、えー、去年の2月15日の月日報告で出してもらったがい,、えー、いましてあの、えー、フリーランサーに対しても従来の,その,あの労働法が適用されないようなあのストレートに適用されないような世界に対しても、えー、独禁法で、えー、フリーランサーの働き方の自由を確保していくよということがあの必要だというようなことになるんだと思っております。 まあ、あの具体的にどういうことが問題になるかということはまたそこあの報告書に書いておりますのであの具体的なことはあの省,略省略させていただいていただきますが、まあ、そういう観点からあの人材使用に対する独禁法の適用ということもあの積極的に考えていかなければならないと思っております。であの最近あのこういうフリーランサー的な働き方が行われている、まあ、従来から行われている例があのスポーツ界とあの芸能界でございますので。 えそういったあのスポーツ界、芸能界の働き方に関しても、そういうそのフリーランサー的な働き方に対する独禁法の適用の,あの一環として、対応するということにしておりまして、先般あの申し上げましたのは、え、ー あの芸能界に対してまああの活動、事務所あの離れた人の活動を制限している活動等が、道勤法上問題になるだとか、といろんなようなことを、独占の禁止当局としてえーえー考えながらやっているところでございます。大体えそれぐらいのお話を終わらせたいと思いますが、最後に一つだけ問題提起させていただきたいと思っておりまして、あのー 先ほど申し上げましまた情報の取引という観点からすると、私どもはあの着目すべきはクオリティだと思っております。あの情報のクオリティというのが、一番、情報の取引においてはクオリティに着目すべき、えー、価格よりもむしろクオリティーにかあの着目すべきだと思っております。そういう意味で、個人情報に対する個人、えー、個人情報についても、消費者がそういうその投入材として、 投入する材料の引き換えに情報検索サービスとか SNS サービスを受けているという位置づけでドキン法の適用対象になるんだと考えておりますけれどもそういうそのクオリティーに着目するということになりますと今度はその,あの実はニュースのクオリティというものが あのこれから問題に、えー、という観点からいろいろ考えていく必要もあるんじゃないかと思っているわけでございます。あの信頼性の低い、えー、クオリティのに低いニュース、まあ、あのフェイクニュースだとかあのそれからそのヘイトスピーチ的な情報だとかそれから犯罪,犯罪をその煽る情報だとか。 そういったものがあの、まあ、いろんな意味ではプラットフォーム企業に,プラットフォームに流れるわけでございますけれどもそれに対してどう対応していくのかとあのまだまだ私の個人的な観点ですけれどもそのロークオリティにローコオリティとか、まあ、あのフェイクニュースだとかにさらされるその消費者といいますかあの情報事業者のリスクっていうのもこれも非常に大きいものであります。例えば あの災害のときに動物園の動物が逃げちゃったというのがあのネットに流れてそれを信,信頼するとものすごい情報に接したものに対するあの、えー、不利益といいますかあの非常に心配をかけるわけでございます。でそういったものをどういうふうに対応していくのかいわゆるその競争政策としてどういう枠組みをそういうものに対して適用していくのかっていうのは これからあの考えていく必要があるようなあのあることなのかもしれないと思ってるわけでございます。あのし,しかしそのあの検閲とかまあそういうそのセンサーとかそういうことになっては全くあの、えー、まずいわけでございまして、あのそういうその検索とかセンサーでその、えー、情報をあの選別するっていうのはまあ。 あの中国のようなそのあの共産党体制の独裁システムだとできるようなことはしませんできませんがえ自由なあのえ競争自由なその権利を表現の自由とかを保持している世界ではまあ当然できないあのことでございますのでどういう枠組みでもってそのあの考えていくのかすなわち あのー、信頼のできないような、あのー、クオリティの低い情報を流しているようなそのその、その情報提供先がですね、あ,のー、ある意味ではその排除され、それでその、あのー、良質な情報を流しているところがあの選択されるというような、あのー、そういう枠組みを考える必要があるのかなというふうな、これはまだま漠然とした問題意識でございますけども。まあ そういうことも考えなきゃいけないんじゃないかとその情報、えー、情報の取引のクオリティということを考えると、そういうことがあの問題になってくるんじゃないかと思っておりますあの虚偽情報だとか、あのヘイトスピーチ、贈表現を含んだそのコンテンツの,その投稿をその排除することは、あのこれはまあ不可能なことだとあの思いますけれども。 あのまあ社会的に価値のある情報を提供したものがあの報われてその意図的にその虚偽情報を拡散した人がまあ締め出されるというようなその枠組みというものを考えていく必要もあるんじゃないかとその関係でそのまあメディア産業というのはその広告がレビュー重要なレビューになってますからあの広告収入広告の在り方というものとの 関連といいいうものものろろ視野に入れて考えるその広告に対する競争条件の整備ということも視野に入れて考える必要があるのかなと思ってましてこれは、まあ、あの非常に漠然としたまだ問題意識でございますがこういう点についてはむしろあのメディアあの皆様が携わだったりメ,メディア業界からの,あの考え方といいますかそういうものの,あの、えー、提案というものがあれば 我々もあのいろいろ検討していく必要があるんじゃないかと思っているところでございます。えー、ちょっと最後のことはちょっと余計なことだったかもしれませんけれども、そういうことで競争政策をやっていきたいと思っているところでございます。あのどうもご清聴ありがとうございました。はい、あ杉本委員長どうもありがとうございました。えー、デジタル社会になぜ競争政策が必要かということを幅広いえお話をいただきました。特に最後のあの情報のクオリティ まあフェイクニュースとプラットフォーマー、あるいはメディアなどの関係について、非常に我々にとっても重要な問題定義だったと思います。えー、それではえまああの質問をお受けしたいと思います。あの冒頭申し遅れましたが、今回、本日司会進行を務めますのは、当クラブ え、企画員をしております。日本経済新聞の藤井明ですそれでは私から一問だけ、あのまあ、多岐にわたるんですが、最近話題のですね。あの、facebook がまあ発表してえま、ウーバーなどまウーバーとかビザマスターなども参画しているリブラですね。このデジタル通貨リブラが、えー これも各金融当局や中央銀行が非常に規制に動くというようなニュースはありますが同時に、この EU ですね欧州連合の欧州委員会もすでには発行する前から EU の競争法に基づく予備調査に入ったということが報道されておりますでまあ EU 委員会幹部によると競争を制限する可能性があるという。 話があります。でまだリブラは発行されてませんが、えー、まあ実際日本の競争政策当局としてどうご覧になっているかと、まあ、リブラだけじゃなくてまこういうデジタル通貨について、それをまずお伺いしたいと思います。ありがとうございます。あのリブラについてまあ私はそんなに深くまた考えたわけではございませんですけども、結局一番の関心事はその。 あの金融政策当局者、あそれからその通貨政策当局者というんでしょうか、そういったものから、そのやっぱりあの金融政策とか、あの通貨政策の阻害要因にならないかとか、それからマ、まあ、ネロンダリングの温床にならないのか、あのというようなところの,あの観点が一番重要だと思っておりますけれども、あの競争上の観点がない,ないわけではな,くないと思っています。 あのすなわち、この問題があの非常に大きく取り上げられるのは結局、フェイスブックがこういうことを考えたんだというようなあのところにあるんじゃないかと思す,すなわち、SNS 上であの先ほど申し上げたように膨大なあの顧客といいますかあのクライアントをあの持っているあのそのプラットフォーム産業がこういうの通貨を出すことによって そのまさにその,あの通貨決済情報とかいろんなそのあの通貨にかかる情報だけじゃなくってそ,のそれにその個人情報といいますか個人の行動情報も結びついてしまうんじゃないかとで、えー、個人の情報も結びついて非常にその何というかあの競争条件を阻害するというか。 あのー、まさにその独,独,独占の弊害といいますかあの情報を独占してその、あのー、いろんなことがもうあの問題になっていくんじゃないかというすなわち個人情報とその通貨情報といいますかその信用情報といいますかそういうものが結びつくことによってさらにその、あのー、企業の支配権といいますかそ,の、えー、そこが生、あ、じ、のー 競争上の観点から問題になるというあの意識があるんじゃないかと思っておりましてあのヨーロッパ当局も問題するのはそういう観点からだと思っておりましてあのリブラというその制度そのものよりもあのそういうプラットフォーム事業があのそういうあのリブラというものをあの発行するというかリップ制度を作り上げることによる そのあの競争上の問題、えー、情報がさらに独占されて、囲い込まれて、えー、いろんなあの問題を生じるというようなところにあの問題があるというのが競争当局からの切り口だと思っています。ただあの一番重要な切りり口はやはや あのこれが金融政策の妨げになるんじゃないかとか、マネーロンダリングの温床になるんじゃないかとか、そういったあの通貨、金融政策上の執行から、果たしてこういうものがいいのかっていうのが、一番あの中心的な切り口になると思いますけれども、独,独占当局といいますか、競争当局からの,あの観点も当然入ってくるんだと思っております。 はい、ありがとうございます。えー、それでは会場から、えー、質問をお受けしたいと思います。質問ある方は挙手の上、えー、マイクのところで、えー、お名前をおっしゃっていただいて、えー、お願いいたします。はいそれではどうぞ。 読売新聞の市川と申します。ご説明ありがとうございました。あの先般出されました。あの消費者取引との間に優越的地位の乱用を適用するというあのガイドラインのあのご紹介がありましたけども、あのあちらの方であの優越的地位の対象となる事業者がえっと。 あのガイドラインの中にもある程度、例示はされているんですけれどもやや不明確なところもありますのでまあ改めてどういう事業者が優越的地位の対象になるのかとあとどういったケースだとそれが乱用に当たるのかというのをまああの個別の事情によるとは思うんですけれども少しあの具体例 想定される具体例があればあのお示しいただきたいというのがまず1つと、あとそれに関連しまして、これまであの価格が基準になっていたことであの課徴金の算定ということもあったと思うんですけれども、実際に摘発するとなったときに、情報をどのようにこう課徴金に算定していくのかというところのまあ判断といいますか、お考えがあればお聞かせください。 先ほどご紹介したあの資料にまあ書いてあるのが、抽象的な考え方だということなんでしょうけれども、あのえーとまあ、戻ってもらう三33ページでしたでしょうか。えーあのえー、と消費者が利用サービス 消費者がサービスを利用するためには、これを受け入れざるを得ないような場合は、当該デジタルプラットフォーマーは、消費者に対して、u 越的支援と認定するというふうに、優越的支援案を書いておりまして、あの、こういう考え方にしますと、ここはまあパブリックコメント,メントあの出しているもので、いろいろ、パブリックコメントがありますけれども、今まではその、 U.S.G. の乱用というのはその一対一の関係で考えてたわけですね。そのあの U.S.G. の乱用の一番あの典型的な例は、えー、例えば十あの大きな小売業者があの下請け企業にあの従業員を派遣してあの商品のあの陳列をかあの回する作業をさせるとか、それからその売り出しの時のあの。えーうん セールの時の時そ,のそういうものが優越費の乱用の典型的な例として今まで公正取引委員会対応してきたわけでございますがそういう時に優越地位にあるかどうかはその従業員派遣なり協力金なりを取られたところがあのそこと取引をしないとあの事業としてなかなか成立しないとその事業依存度とかあの えー、そういうものをあの関心してたわけです。あの、えー、断れないと、えー、これを断ると取引を切られるとかそういう状況の相対的値っていうのをあの認定したわけです。あの例えば、えー、そ,そことの取引が自分の取引の下請け業者の取引がその、えー、納入先の取引のまあ あの相当大きな部分を占めているのでそこと切られると事業として成り立たないというのが u s g の乱用の,あの認定だったわけでございますけれども今回はあのもちろん消費者との関係ですけれども関係なんであのもう一対一で考えますとものすごくあの大きくなるわけですねあの大きくといちいちのこの検索をした人とプラットフォーマーは u s g の乱用なのか一人ずつ認定するというのも。 なかなか難しいと思いますので消費者がサービスを利用するためにはこれを受け,受けざるをえないような場合ということであの書いているわけでございますするとやはりそのあの、まあ、デジタルプラットフォーマーがあの大きな存在であると消費者としてはあのそれを利用せざるをえないというような状況にあるのがある意味では巨大プラットフォーマーに対しては対象じゃないかと思うわけです。もちろん あの個別の例で挙げますと、個別の例で挙げ,げますといいますか、私どもがこの個別の取引を問題にするときは、個別の例でそれぞれあの,のプラットフォーマーがあのこういう要件に合致するかどうかということを、一つずつあの丁寧に認定しなきゃいけないんで。 あの具体的にここは,ここはどうだとか、そういうことは、それはそのあの具体的に問題になったときの,の認定の仕方になるわけでございますが、こういう書き方をすれば、大体どういうところがあの対,あの対象になるかということは、想像いただけるんじゃないかと思っているところでございます。と それが優越地の,あの消費者の優越地、優的地の認定の一つ、それからもう一つは課徴金の問題でございますけれども、まあ、まだ具体的な例はありませんので、確かにそのどういうふうに課徴金を取れていくのか、無料,無料サービスなので、課徴金の要件がどういうふうにかかっていくのかということは、あのなかなかあの今の時点で具体的なケースなしにはあのお答えできないようなあの関係がありますけれども。あの まあ課徴金をかけるのが目的というよりは、こういう行為を防ぐのがあの非常に目的でございますので、そういうふうにそれに対してどう対応していくかということになるかと思っております。まあ、あのヨーロッパの場合はまあ非常にあの高額な課徴金を簡単にかけられるわけでございまして、支配的地位の乱用に相当する場合は、もうその取引引あの、 世界取引の10%だったかなが上限であの、えー、猛烈にかけられるわけでございまして、えー、いいんですけれども日本の場合は非常にその、えー、独占禁止法の課長金のかけ方についても非常にあの、えー、従来から。 あの縛りがものすごくかかっておりましてなかなかそのヨーロッパのようにそうあの裁量的に自由にかけられないというようなあのところがありまして、えー、取引量この当該取引にかかる取引量の,あの何パーセントというふうにあの厳格にこう縛りがかかっておりますので、えー、具体的にさどういうふうにあの、えー、こういうものが。 えー、適用された場合に課徴金がかかるかどうかはやはりその個別的ケースが出てきてからあの検討あの判断する必要があると思っておりますけれどもあのわわあの私どもの,あの考え方は、まあ、こういうことを示すことによってあの、えー、プラットフォーム企業にその自制効果が働くというのが一番重要じゃないかと思っておりまして。 実際問題として、自分たちの方で個人情報はもうダダ漏れにしないんだよと、ちゃんと措置取りますよといったところに行動に出てくることが一番重要だと思っておりまして、現実問題として、今、プレスなんか、報道なんか見てますと、アップルとグーグルの間で、俺のとこの方が個人情報をこんなに守ってんだと。 いうふうな論争が起こってたりしてますのであの、競争当局がこういうことを、こういう問題意識を持ってるよと、こういうことでモニターしていくんだよということを提出することによって、あの企業間で自分のところはちゃんとあの、えー、消費者に対してその使用目的っていうのを明確にしてるし、あのそ,のそれ以外には使わないし、えー、そもそも個人情報はあその守らないあの使、使わないとかですね。 あのアップルは例えば、SILY で、えー、取る情報はもう、確保しないとかあ、分析しないとか、なんかあの言ったりしてますので、まあ、そういうところでどんどんあの競争が行,って行われていくということを、そういう個人情報を守っていくということの競争が行われていくということで、相当価値があるんじゃないかと思っているわけです、はい、よろしいでしょうか、えー、他にご質問、いかがでしょうか。はい、どうぞ 杉本委員長どうもありがとうございました。あの片岡総合法律事務所の弁護士の片岡と申します。あのまあキャッシュレス推進です。とか、あのフィンテック周りやっておりまして、そこであのいろんな約款づくり等に携わっております。まあ、そこであの競争削除上ちょっと問題意識を持っております。のが、えっと32ページの5番でデータの移転開放ルールの検討という点がございます。 あのまあ、銀行の API 開放で、まあ、フィンテック企業が非常にイノベーションに参入しているという現状がございますし、またあのキャッシュレス決済の分野では、QR コード決済ですとか、バーコード決済、まあ、そういうあのイノベーショナルな動きがございます。まあ、そこでの約款なんですけれども、あの競争政策的観点がやや欠如している現状があって、まあ、いろいろ私たち、努力もしているんですけれども、 やはり銀行ですとか背後の決済システムにあるクレジット、まあ、そちらの,方があの、えっとあが、消費者の利用にあたっての不正行為があった場合の損害の費用分担の問題なんですけれども、あのまあ、消費者保護を図る、まあ、これはあの当然の大前提なんですが、その責任分担について、窓口事業者、まあ、すなわちあのフィンテック事業者であるとか、えー、QR 事業を 社であるとかバーコード決済事業者であるとか、そちらが窓口として責任を負って、その背後の決済システムにあるあの銀行、あるいはクレジット会社、まあ、そこは責任を持たないような、まあ、そんな役関連が示されたりなんかしておりまして、まあ、そうなりますとあの、やはりそういうフィンテック事業者、あるいは QR 事業者、まだまだあの財,財政的な背景がまあ低いものですから。 あの結局はあのまあ消費者保護にならないそんな現実がありまして、まああの小鳥の方でも一応その辺についても配りをしてご配慮いただければありがたいなというふうに思っているところです。あ、それにつきましてご見解あれば、はい、ありがとうございます。あのえっ、ー、と競争政策上の観点からも今あのおっしゃったような。 あの観点は非常にあの我々として心しなきゃいけないと思ってるんですけれどもただその私どもにその全ての具体的に薬官がこういうふうなことになってるとかいうその情報があるわけではありませんのであのそういう点についてやっぱりそのここは競争上の観点からも問題じゃないかとこういう薬官の決め方が問題じゃないかというような。 あの情報提供をいただく必要があるんじゃないかというんで思っております。そういうそういう点で私どもはそのある意味ではあのあの相談機能っていうものを持っておりますして、あの相談に来ていただいただければそういうふうにあの。 いろんないろんなあの方かことであの答えできる機能もありますので、あのどんどんそういうものを活用して私どもに情報提供していただければ私どもとしてどう考えているかということをあのお示しできるんじゃないかというふうに思っております。はい。え、みこださん。すみません。ＮＨＫ のみこだです。今日どうもありがとうございました。この三十三ページの あの先ほどから言っている消費者との取引ということなんですけれどもあの、この間のイクナビの問題なんかですね、まさにそのこういうことかと思ったんですが、一つやっぱり、腑に落ちないのはです、ね、最適地位の利用ということでいえば、例えばあの親会社としては受けとかです、ね、あ優越的な地位の,利用あ,の、まあ、あのデジタルプラットフォーマーとあと出店者とかです、ね、その金銭的な支払いが絡んでいる。 ていうのが取引だっていうイメージがあると思うんですけれども、この例えばリク並みのケースでも、あとは個人情報が勝手に使われても、こっちはあの検索をしてその、何もお金も払わないでやっているということを、ですねその取引とみなすっていうところに、あのどういうふうにしてあの、そういうことになったのかというのをちょっとお伺いしたいということと、ですねもう一つ、あの最後にあのメディアの、の 間違ったニュースがいろんなこう不利益を与えるということについてもあの何とかできないかっていうまあアイデアベースで今すぐそれに取り組むということではないと思うんですけどまあこれもあのやっぱりあのニュースの受け手っていうのはですねあの特にお金は払っていないわけですよね。なんかこのの取取引引概念でその何で何も公正委員会が あのやっていくのかというちょっと疑問があるんですけど疑問と別に批判しているわけではなくてあの逆にそうでもしないとそういうことはこうフェイクニュースとか取り締まれないからあの一応俺がやったろうみたいな感じで思われているのかその辺ちょっとお伺いしたいと思ったんです。ののるときに 検索ビジネスというその無料情報をあの提供してるんですけれどもその無料情報と引き換えにとってるのはあのまあ個人にまつわる個人の行動情報なわけですね購買情報だとかそのどこの,その,あの検索どういうその検索をやったのかとかそれからどういう情報を集めてるのかとかあの位置情報でどんなものをやったとかその個人のあの。 情報なんですねしかしその個人の情報をそのあの取ってそれを取りっぱなしじゃなくってそれを材料にしてそのターゲット広告を行ってるわけですね。そうするとその事業としてはあの、えー、その個人からあの原材料そのあの検索サービスは無料なんだけども検索サービスによってあの取る 財を活用して、それでターゲット広告という事業を展開しているというふうに位置づけられるんだと思うんですね。そうするとやはり金銭は絡まってる、金銭絡まってるんですけれども、そのあのそこを切り離して、あの、うん、その全体として事業としては事業として成り立、あのそういう事業を展開してんだけど、そこの消費者とあの、えー、そのプラットフォームとの関係を考えると、そこは 消費者というのはむしろいわばその部品を供給しているのと同じ感じになるんだと思うんですね。そのあの部品を提供して部品を加工してその製品を提供しているよというのをプラットフォームがやってると。で部品を提供しているのはそれはあの単に、えー、その金銭的無料で取ってるけれどもあの消費者としてはそういうあの部品をあの提供するそれはまさにその投入剤としての価値があるよということで。 価値があるものとして提供してでそれによってあのあのそのまさに部品を集めてそれを加工してタケット広告を売ってるという事業を展開しているということでございますからそこのところで検索ビジネスなり SNS ビジネスというものも投入剤を取ってるということでやっぱりあの取引だよというふうに位置づけられるんじゃないかというふうにあの考えるわけであの事業としてはそれ一体的にやってるんですけれども。 消費者との関係においては、あのそこがまさに取引になっているんだというふうにあの位置づければいいんじゃないかと思ってまして、それがまさにその情報、情報という財の,あの特殊性といいますか、あの従来のその財と違うというところなんじゃないかと思います。で、その、あの先,先ほど申し上げましたように、あの情報本位性だとかあの、そういう情報があの、経済にとって非常に重要な役割をあの示すようになりますと、 情報自体が価値を持つよというふうに考えてあのいいんじゃないかと私は思いますのであの何もそのその金銭的価値にこだわる必要はないんでこれだけそのデータル化が進むと情報自体の価値というものにあの着目していくことがあの競争当局としても必要になってくるというまさ、あ、に、まあ、その,あの時代の変革に競争性格としてどう対応するかという観点から。 あの必要なことだと、あの考えるわけでございます。それから何でしたっけ、あ。ウェイクニュースの話は、まあ、そこはまだ、あの問題意識に過ぎないんですけれども。あの。エイトリプシーっていう、あの。あの。オーストラリアの競争当局がありまして。最近、その、あの。プラットフォームに対する。あの。 市場,市場調査っていうのをやりましてです、ね、それで報告を出したんですけれども、あのそこでもうそのちょっとその彼らが触れてることは、あれなんですね、そのやっぱりそのあのリスクオブレスレライアブルローワークオリティニューゾーンデジタルプラットフォームメントメジャーズとアドレスディスリスクということで。 あの非常にそのレスリライアブルで、ローア・クオリティのニュース、ディータルプラットフォームにおけるニュースが、かなりやっぱりそのあの消費者に対してリスクを与えているよと、その,そのリスクに対してどういうふうにあの対応するかという問題意識を持たなきゃいけないよというようなことを言ってたりするんですけれども、ああのここのところはあ、のー あのー、ACCC というのは、あの単に、えー、その競争政策だけじゃなくて、消費者政策というのも担ってますので、消費者政策の観点と、競争政策の観点と、両方踏まえてあの提言してるんだと思いますけれども、あのー、私どもの,あの切り口、競争当局の切り口からすれば、やはりそのこういうその、うんまあ、先ほど、情報はあのー、金身がないから。 あのなんで独占禁止法の対象になるんだとおっしゃいましたけれども、あのまあ、同じように、情報というものが、えー、取引の対象、まさに情報本位性ということで、そこに着目していくとなると、やっぱりクオリティの問題になっていくと、でクオリティの問題がやっぱり、競争当局としては、情報のクオリティ取引されるクオリティがいかにあの確保されるか、そこに競争が起こるということがあの望ましいことじゃないかと思いますので。 そこの競争当局の切り口からもじゃあどういうふうに考えていったらいいのかということはあの、えー、私たちは、まあのえー、重要な問題意識を持っておりましてただ、ま、あのいあの先ほど申し上げましたように、えー、その検閲とかそういうことはあの論外だということなんですからそうなるとそのあのプラットフォーム上にそういう あの偽情報だとか、えー、有害情報だとかがです、ね、あの氾濫あの流れていくということを阻止することは不可能だと思うんですねそ,そこは、まあ、あの不可能なこと、まあ、先ほど申しましたように中国の当局でもない限り不可能なことだとそうなるとそのじゃあクオ,リティをクオリティを争う競争というものをあの,の枠組みというものをどう考えたらいいのかということを あの考えななきゃゃいいいけんじゃないかという問題意識を持ってるわけですで具体的にまたその、どういうことをやればいいのかとか、どういうことをやればあいいのかということは、まあ、よく分からないんですけれども、よく分からないというか、またあの考えつかないんですけれども、そういうことについて、あのメディア界もや,っぱやはりそこはあの、メディア界として問題意識を持っていただいたらというようなあのこともあの考えているわけです。はい、よろししいでしょうかあじゃあ武田さん 今日はどうもありがとうございます NHK の、武田と申しますあの先ほどのお話の中で、フリーランサー、フリーランスの人たちに、あの独禁法であの保護を張る検討もということをおっしゃいました。これは、あの、まだ検討が、まだまだ時間がかかるということなんだと思いますが、あの、一方で、えー、最低報酬、最低賃金のように、 もうそれぞれの職種とか仕事である程度相場というのはあるわけで最低報酬制度というのも決めた方がそういうアプローチでいった方が早いんじゃないかという考え方もあるこれはフリーランスの人に早くきちっとした手当をするためにはどういうアプローチでいくべきだというふうに院長は思われますでしょうかよろしくお願いしますあの、えっと。私が書いた本ののところの え最,後最後のところでちょっと書いたんですけれどもあのあの、経済社会はどんどん変化しております、まさにフリーランスというのもそういうことだと思いますが、その急速に変化している社会におきましてです、ねあの、自由公正という価値を実現していくためには、時代の変化に対応してその制度的対応、制度的対応を考えていく必要があると。 いうことだと思います。あのおっしゃる通りだと思います。しかし、その制度的対応が追いつけない場合も非常に多いんだと思いますし、またその変化のその流れを見極めないままですね。あの請求に正当的に対応すると、変化の流れに差を指すことになる恐れもあるんだと思っております。したがって、あの、そうした場合、あの自由公正というものを、あの基本的理念とする。 あの競争法っていいますかあの競争法でまずは対応してい,いっていくんだということなんじゃないかと思ってるわけです。でもちろんその,あのじゃあフリーランサーに対して最低賃金を導入したらどうかということはそこはそのあの 私どもの観点ではなくて、ですね結局、その厚生労働省がどういうふうに考えられるかということだと思いまして、あの厚生労働省も今、この不倫らーさの働き方に対して、どういうふうに考えていくのかというのを検討を行われていると思いますので、それはそ,のそちらを待ちたいと思っています。私どもはあの優越的地位の,乱用,を優越的地の乱用として不当にその低い対価をあの まあ不当に太い低い対価というのは非常にその抽象的な話になるんでそれはあの判断基準ないじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれどもまあ,あの一定の判断基準は私どもあるんだと思っていまして不当にあの低い対価をあのえでそのえまあ,ある意味ではそのフリーランサーを搾取しているとかそういう行為についてはあの同期法違反だよということをそのあの見解を出すことによってあのそこのところに対する。 あ,のある意味でそのけん制効果が働くことにもなるでしょうしあの実際問題としてあのその非常に我々の目から見て不当に低いとまあそこはその判断基準ないあの客観的にわからないじゃないかとおっしゃるんでしょうけどもそこは個別ケースで我々判断するしかないと思ってるんですけどもあのそういうことがあるとやはり我々の,その法適用の対象になるということを あの出すことによってです、ねあのあの、建設工作が働くのが一番重要だじゃないかと,思っているところです、えー、予定の時間をオーバーしておりますがあと1問、もし、えー、どなたかいらっしゃれば短めでいらっしゃらなければ終わりますがよろしいですか。 えー、それでは、えー、どうもありがとうございました。えー、それで恒例の、えー、<laughs> 貴重で、まあ、2回目今回2回目なんですが <laughs>、えー、着眼対局着手消極ちょっとコメントをいただければあの。別にザウの名手もそんなにないんであの、えー、何かなと思って考えていったんですけれどもあの、まあ、私の,その,あの仕事をしていく上の その姿勢っていいますかと言いますとはやっぱり世の中の大きな動きっていうものをどういうふうに捉えていくかということをまあ見ながらですねそのあのまずその身近な課題に対してどういうふうに対応していくのかということをあの積み重ねていくということがまああのまあずっと私あの政策当局にあの携わっておりましたのであのそういう目からいろんなあの えー、政策と言いますか、あの仕事をやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうな、まあ逆に言えばあの戒めみたいなもので、あのあの考えているところをあの、えー、まあ一応ザウの名というらしきものとして出していただいたところでございます、はい。ありがとうございます。えー、っと、えー、このシリーズはですね、次九、えー、月二十五日に、えー、第五回目として、えー、新経済連盟理事の、えー、吉田幸一郎さんをお招きして。えー プラットフォーマー規制論点の五回目を開きますのでそちらもぜひよろしくお願いいたします、えー、それでは恒例の、えー、当クラブからの記念品のネクタイでございますどうもありがとうございましたまそれでは終わりますご清聴ありがとうございました